今日はご報告というか、久しぶりに YouTube を更新させてもらって、今後の表立った仕事というか、そういう部分をお伝えできればいいかなと思います。単刀直入に、役者を、やりました。お芝居をしました。ネット配信のドラマで、これからシリーズものにしていけたらいいなという作品みたいで、実際僕はもう役者をやらないと、宣言みたいな形で伝えさせてもらったんですけれども、そうですね、ご縁がありまして、一度二度、やったことがある監督さんで、プロデューサーの方も熱心に、僕京都に今住ませてもらってるんですけど、そこの京都まで会いに来てくださって、熱意を伝えられて、いろいろ条件はありましたけれども、できる環境が整ったので、ぜひ、今回だけその参加させてくださいと、今回だけというか、その作品が終わるまでは参加させてくださいという形で、役者業ですか、またちょっととりあえず復帰という形ではないんですけど、やらせてもらうことになりまして、2月ぐらいですかね、放送が決まっていまして、そこでお芝居をまたお見せするという形になりそうです。本当にその先方にも、お仕事一緒にした方たちにも言ったんですけど、その今回やっぱりその復帰という形で、あんまりやりたくないと、僕自身も役者ってもう言ってないというか、そのつもりでもないというか、ただお芝居自体は好きなので、それがいい形で届けることができるんであれば、それはそれですごくいいことなのかなとは思っています。久しぶりだったんでね、体が動かないというか、その感覚が戻らないところも あったんですけれども、ちょっとそうですね、気持ちの部分でカバーできたんじゃないのかなと思いますし、またこれから課題としていけたらいいんじゃないのかなとは思います。その作品について最後までやり遂げたいなとは思います。復帰ではないです。これから先、オフィシャルの方でも発表になっていくと思いますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いです。とにかく、新しいことをどんどんしていかなきゃいけないなと思ってますので、今後とも応援していただけたらありがたいです。ちょっと気が変わっちゃいましたけど、今の気持ちはこんな感じでやらせていただいてます。今後ともよろしくお願いします。